皆さんこんにちは、沙織先生です。というわけで皆さんコロナの中どうお過ごしですか？今回はコロナのこの状況だからこそ使える恋愛テクニックをお伝えします。皆さん多分コロナって聞いてもう毎日毎日報道されてて不安感とかこの先どうなるんだろうとかなんか苦痛感情とか外に出れないとかそういうストレスをたくさん抱えてると思うんですね。これはもう誰もが本当そうで私ももちろんそうですし今見てくれてる皆さんもそうですし皆さんがいいなと思ってるあの子もきっとそう思ってるわけですよ。でこの状況っていうのは実はちょっと不謹慎かもしれないんですけど恋愛にとってめちゃくちゃプラスなんですね。もちろん会えないっていうことがあったりとかなかなか連絡を取りづらいみたいなこともあるとは思うんですけどこの不安感情とか苦痛感情っていうのは恋愛において実は女性から引き出しておきたい感情なんです。これを利用して恋愛感情が発展させるための方法っていうのを今日お伝えするのでぜひ最後まで見ていってください。というわけで皆さん好きな人に今このコロナの状況になってから連絡って取ってますか？なかなか LINE しづらいなとかなんか会いたいって言いにくいなとかそういうことってあると思うんですけどぜひですね勇気を出して連絡してみてください。みんなが不安に思ってるその気持ちっていうのを素直に伝えるだけでも相手が安心感を持てたりするのでこの不安感情っていうのを あなたの存在でなんかホッとできたなみたいな感じの LINE っていうのを送ってあげるとそれだけであなたの存在価値っていうのが出てきます。さらに言うとですね、なかなか今緊急事態宣言とか出て外に出にくいんですけど、例えばですね、車を運転する人とかだったら、じゃあ何々ちゃんどうしてもこの日会社に出勤しなきゃいけないんだったら心配だから帰り僕車で送ってってあげるよとか、何かしらその子の苦痛感情とか不安感情を和らいであげられるような提案っていうのをしてあげると、女性っていうのは、あ、この人頼りがいがあるなとかいうふうに受け取ってくれるので恋愛感情って発展しやすいんですね。要は今までは会うっていうことだけでも、まあ、当然会うっていうことは当たり前のことだったんですけど今このコロナの状況では会うっていうことだけでも付加価値がついてるっていうことなんです。なのでこの付加価値のついた行動が、まあ、日常生活当たり前なことだったとしても取りやすくなってるっていうのがこのコロナの状況をうまく恋愛に発展できてる人なんですね。例えば発展途上国とか行って蛇口をひねると茶色い水出てきますよね。日本じゃ絶対ありえないですよね。この飲める水が出てくる日本っていうところで育った私たちは、まあ、蛇口をひねったら綺麗な水が出るっていうのが当たり前なんですよ。この当たり前じゃない環境に行った時に初めて今までの当たり前に感謝できるわけですね。まさしく今もそうでこのコロナっていう環境の中でなかなか外にも出れない人にも会えない中でもそんな風にして会いに来てくれたとか何か心配をして連絡をしてくれたとかその普通当たり前だと思うことに付加価値がつく環境だからこそぜひ今皆さん恋愛発展させるために頑張って好きな子にアプローチをするチャンスです。具体的な行動はですね、この後動画で配信する男に見られやすい見せ方とか、そういうテクニックはたくさんあるんですけど、何よりも接点を持つ、その子が不安だとか苦痛感情を持っていることを和らげてあげられるような存在になるっていうことがまず大事なので、ぜひですね、コロナっていう環境にこうネガティブにならずに、今は恋愛にとってはポジティブなんだと思って、ぜひ楽しんで毎日を送っていただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは男性の恋愛を応援するような内容を配信しています。ぜひですね今の動画いいなと思ったらいいねボタンを押してもらったりチャンネル登録していただくとすごく喜びます。コメント欄にコメントを残してくださったら私が必ず返信しますのでぜひコメントもお待ちしています。